お、来た。なんか歩いてきたぞ。シュッ。ああ、サブ。どうしたんだろう。シュッって言ってる。シュッ。俺がそこにいると思ってんのかな。とんだ勘違いしてんぞあいつ。ヒンケス、こっちだ。こっちだサム。スキーだらけだぞ。お前がスキーだらけだよ。あれ動いてんだな。よく見ると、めっちゃ仕事してるやんこれ。中には人がいるということか。とりあえずね、俺あそこに登りてえなとずっと前から思ってて、まあ登り方はまあいいでしょう。細かいことは。奥には NPC がたくさんいるのかな。誰か働いてなきゃあれ動かないもんね。武器のロックスキャンを開始します。ブリッジ材武器のロックを解除します。え、ちょっと待って、なんか言ってたよね。なんかやっぱあそこには誰が住んでんだよ。え、浮いてないあれ。いや、よく見ると浮いてんじゃん。なんかあれ、俺 NPC と相手だけなんだよ。まあ、この囲まれたエリアには誰かいるんじゃないのこれ。お、限界点ここ。サム、いけるぞ。いけるぞ。はい、いけた。え、いけんじゃね、空の雲の上。なんてロマンにあふれてるんだ。なんかオーロラ出てんじゃん。宇宙行ける、宇宙。あ、来た来た。かれこれね、まあ20分弱ぐらいはもしかしたら登ってんのかな。これロープの長さ1キロぐらいあるだろう。あれ、あ、ここが限界？下がってね、しかし。あ、なんかわからんけど限界が来たのか、ついに。さっきと違って、もう、登ってくんないか。下にも行けない、ちなみに。ちなみに降りることもできません。ちょっと左右にこういう風にするしかない。何も怖くないって言ってるから、なんだろう、ロープ離せってことかな。降りることもできない。十字キー下に、スティック下にしてるけど降りることもできない。まあもう何もできないのかな。動けない。ここが限界なのかな。誰もいない。いたら怖いよな。絶対怖いじゃん、こんなとこに人いたら。こんにちはって来たら俺ゲームやめるわ。限界かな。くそ、マジで許さねえ。とりあえず話して、じゃあ俺の目標のあそこに飛び込みます。全然入れねえ。スキャンを開始します。ブリッジ。捕まっちまった。
やべえ、岩人間になっちまったよ。